はい、今度はですね、岡田監督が2005年優勝したんだけども、はい、これ監督だって2年目、はい、だ2003年は星野さんで優勝して、ね、それでその後継いだんですよね。だからあれ大体星野さん優勝した時って 無理にやっぱりピッチャー使ってかなり厳しいと思うんですよ、うん、次の監督は。あ、僕はだから2年までね、うん、二軍監督やってたんで、はいはいはい、だから2002年は、はい、だから、ね、星野さん1軍監督、2軍監督の、あ、そうか、1軍2軍でね、1年だけね、最初ね、はいはいはい、どうでしたか。だからいやいや結構入れ替えね、多かったね、その20何人26、7人かな、なんか入れ替えたんですよね、トレードとか解雇したりいろいろしてね。それであの時から金本とかみんな来たのは、そうです、2003年です、ね、2003年、ね、3年に来たんですよ、なんかあの時もう2年に片岡でしょ、うん、そうか、もうなんかね、下柳もそう、そうですね、いろいろ来ましたね、あの頃ね、うん、で3年はイラブ取って、イラブ取った、あ、そうか、だからそれだけのお金かかるんで、うん、ね、3年だから、うん、3年だから僕もサードコーチャーで上がったんですよ。ああ、そうですか、ね、じゃあ優勝の年は上でやってたんですね、うん、コーチとして。3年コーチャーでね、うん、まあ、守備コーチャーってやつかね、あ、はいはいはい、それで、うん、次の年から監督するんだ、うん、もう内情分かってますよね、内情分かってるんでね、うん、まあその次の年は苦しい、うん、だからもう、まあ、体調とかね、はい、悪くてもあれ9月ぐらいからもうね、もうちょっと俺しんどいからみたいなね、あ、うん、だから星野さんなんかこの首の方が ね錠剤悪くなってちょっとあとね、お前考えるとこみたいなね、そうですよね、なんか僕も星野さんと話してたらもう右の腕がちょっと細くなってて、はい、うわこれはきついなっていうぐらいのね、うん、感じでしたよね。だからまあ1年間サードコーチャーでずっと見てたんでね、あ、だからある程度ね、これは来年しんどいな、あ、もう分かってたですね、まあ、あの年はもうね、もうなんかとてつもなくこうね、勢いがあったんで。星野監督っていうのはどんな感じでしたか。あんまり何も言わなかったですね。言わない、あ、そうですか、なんか外からのね、うん、味方からするともういつも怒ってるみたいな。まあそうですね、だから、うん、まあ、あの時はだからバッティングコーチ田口さんでね、でヘッドコーチは島野さんだった。島野さんおられた頃ね、島野さんがやっぱりね、結構みんなにはまとめてまとめてやってましたね、ね、だから、うん、あんだけ勝ってたんでね、はいはい、うん、前やると2002年のね、うん、は結構なんかいろいろ厳しかったみたいですけどね。あ、そうですか、勝ってるとそんな文句言われない、まあね、機嫌いいですからね、そうそう、機嫌がいいですよね。ああ、そうかそうか、まあそれでもその優勝した次の年から監督して、うん、次の年はちょっとしんどかったですね。2004年はきつかったでしょ。だからずっと5割でね、うん、はい、結局最大4ぐらいかな、4位なんですけど、はいはい、やっぱり2003年見てて、うん、まあ、ピッチャーが、イラブ、イラブで、ムー、外国人ムーはね、ムーはね、ムーは、はい、で先発がヤブ、ヤブはもう最後日本シリーズもね、ベンチ入らなかったからね。そうですか、はい、ちょっとしんどいかなっていうのがあって、島柳も真ん中投げてましたか。いや、投げてました、投げてましたね。島柳はまだ多分1年目ですよ。あ、1年目、じゃあまだフレッシュな感じですね、はいはい、だからもう、ね、イラブも8月以降全然勝てないしね、でもバントとかいろんなね、もう日本シリーズもね、そういうの細かいことやられたんで、やられてね、まあ、次の年もね、最初先発だったんですけどね、もう5月くらいでもちょっとダメだったんですからね。もう結果出ないようになっちゃったんですね。だからまあその辺ちょっと変えないといけないなって、守備講師やってたんで、うん、あ、まずこれは今かのセカンドはしんどいなと思う、まずね。確かにね、まあ守備範囲も狭いしね。で今かはやっぱりサードやなと。でサード片岡が怪我してたんですよね。あ、そういうことですね。うん、2003年もね、はいはい、最初怪我してたのあったし、で片岡も、まあ、ちょっともう下降気味やったんですよね、2005年はね、はいはい、うん、あら、で4年はだから鳥谷が入ったんで、あ、これね、藤本がね、はい、3割打って、そうそうそう、これはまあいずれ鳥谷と藤本でこれ二遊間やな、二遊間ね、センター赤星でこう若いのでね、はいはい、センターがいけるなっていうのがあったから、じゃあ藤本セカンドに打つ、そうそう、してね、もう2年目は打つつもりやったよ、最初からね、まあ、だからまあ鳥谷もね、うん、まずでもまだそんな使えるとわからないんで、まず1年目からこう使わないと、はいはい、まあ、どれだけのね、その体強かったですね、体強かった、保証しないですもんね、うん、だからこれはいけると思う、はいはい、ね、うん、
あ、じゃあ徐々に見えてきた。守備 の, あのポジションとかね、守備コーチとしてのポジション、守備コーチのイメージが全く今なかった。言われて、あ、そうやったんやと今思いながらね。初めて守備コーチしたんや、ね、2軍の時はあの監督前もあのバッティングコーチと監督とかね。そうか。そうやって考えたら今これもう3年ぐらい続けて、うん、タイガース の, あのエラー数が減らない。エラー多いね。これはどういうふうに思ってるのか。よくね、甲子園は土のグラウンドやから言うけど、ね、まあ、そんなことはないと思うね、僕はね。スローイングミスとかね、キャッチングミスだけじゃなくて、スローイングミスもかなり準備不足というかね、準備不足、うん、この辺はいや、よくだから上から見てたらね、うん、スタンド今ね、うんうん、おどこ守ってんねんっていうのあるでしょ。最初からね。で、なんでそんな前守ってんのとかね、前守ってやっぱヒットになりますよね、はいはいはい、なる。だから守備位置とかね、はい、そういう準備の段階でちょっと準備不足みたいなね。そう、うん、そうなるとやっぱりコーチもちょっと考えないといけないということになる、ね、うん、だから、うん、その前の矢野で金本がやってる時からやっぱりちょっと同じポジションでも守備よりもこう打つのに優先になってる、結局ね。そう、それはあるかもわからないですね、やっぱりね。そういうことですね。その分、まあ、守りはもう目をつぶろうかみたいなところもあるのかな、うん、そうですね、どっちか言うとね。でもここからのゲームはもう守りが非常に大事だ。いやー、守りね、そもそも、うん、そうか。まあ、他もね、あんまり打つことを期待してないからね、ずっと監督時代も。そうか、3割やもんね、よく打って3割ね、もうチーム打率したら2割5分、今ないチームもありますからね、うん、あれ守備ですね、うんうん、そんなもう一部ぐらいしか変わらないですよね。あ、どこもね、何個エラーしても、ね、9割8分ぐらいあるんですよ。9割いくつありますよね。エラーしないチームでも9割9分何秒から、一部ぐらいしか変わらないよね。そうか、でもそれが大きいんだ。それが大きいですよね、一番ね。そういうことですね。あ、エラーのつかないエラーね、エラーのつかないミスね。それがいっぱいありますね。あ、これいっぱいある、本当。本当いっぱいですね。中継とかね、はいはいはい、連携とかでね、一、ね、つの塁生かしてしまうとか、ね、与えなくてもいいやつを生かしてしまったりとかね。そうそうそう、あ、そういうのがある。月通崩れね。だからあの、まあ、あの岡田さんの解説っていうのをね、僕が聞いてて面白いよ。だから細かいところに気がつくからね。だからよく、うんうん、どこ守ってんねん言うと、ね、だからそれが面白くてね、なかなかね、そういうところまでね、言わないでしょ、うん、だからね、やっぱりこれ監督な長年やったね、人の、まあ、目だなと思いながらね、だから、うん、打った、ね、抑えたよりも、うん、もうそういうところ気になるね、そういうところがね、目が行ってしまうんですよ。もうピッチャー、あのテレビだけ見てたらもうピッチャーとバッターの勝負だけしか見えないんだけど、テレビはね、実はいろいろね、うん、他のところがある、大事なところがね、ちょっとこれ三塁線開けすぎちゃうかとかね思ってたらなんかそこ抜けていくんよね。もう後半になってるのにあんなところ守ってていいのかみたいなね、うん、あ、なるほどね。あの2005年優勝した時はやっぱりどうですか、この時期もうあと残り30ゲームぐらいとかっていう時の気持ちっていうのはどんなでしたか。いやいや、30切って、うんうん、であの時はもう中日巨人でも巨人がちょっと落ちたんで、中日ともね、中日との戦い、あれが名古屋が9月の7、8ぐらいやったかな、あのね、優勝が29やったんで、もうあと20試合ぐらいかな、うん、20ぐらいですね。あ、じゃあもう1試合1試合ものすごい大きな試合になっていくところで、まあ、うん、まあ、まあ、直接対決で、はいはいはい、ね、名古屋ドームにもあったし、うん、はい、うん、だからあの辺ですね、やっぱり、だからやっぱり直接対決というのはものすごいこうね、大きい、大きいですね、比重はね。そうか、そう、今まで80年ちょっとで、1位阪神、2位巨人ってないそうですね。ない、俺もそれ聞いたんですよ、うん、だからもう、はい、タイガースは1位の時は巨人は3位以下、3位以下、だから阪神、ヤクルト、巨人が一番いい流れ、そういうことですね。だからヤクルトは2位になってくれた方がいいっていうのはね、そういう、うん、でも阪神とヤクルト競ったら弱いでしょ、ヤクルトと競ったら、ね、ヤクルトね、92年あったし、ね、そうだ、ヤクルト案外しぶといしぶといんですよね、ヤクルト、ね、でここへ来てこの前の奥川へのやられ方、いやあれ全然打てなかったね、ヤクルト結構、うん、ここでね、うん、しかし直接で1対0で勝つのすごいと思いますよ、ね、うん、本当に、そう、確かに、まして前日にね、うん、9回に逆転、ね、追いかれてね、同点スリーラン打たれてね、はいはいはい、次の日1対0でね勝ち抜くのはこれは精神力かいろんなことを含めてすごいなと思うね。なるほどね、そういう点からするとちょっとヤクルト手強いぞっていうのを、あ、僕は巨人よりもね、ヤクルトの方が
なるほど。さっき阪神、ね、5割とか言ってたけど、うん、5、3位ぐらいですね。3位ヤクルトになってくるね。そうか、3割はヤクルト、うん、ヤクルトでね、巨人が2位が2位になってくるね。なるほど、そうですね。だからやっぱり言ってるように、やっぱり守りをまず重要視しながら戦っていこうということですね。いやー面白い。あとなんかこう監督として、うん、こういうとこはやっぱりやってもらいたい、あるいはこういうことをやっちゃいけないっていうのはありますか。いやこれも、うん、これから打った打たないんじゃないと思うんですよね。だって、ああ、うん、チームとして相手と勝負する形を作ってほしいですね。あ、僕思い出して、まあ、みんな皆さんも多分みんな、うん、思い出としてあると思うんだけど、岡田監督がね、久保田がマウンドにね、うん、立ってもう大ピンチになった時に、ああ、なんか、ああ言ったじゃないですか。ああ、もうね、まあ、お前の責任じゃないんで、うん、もうむちゃくちゃしたれみたいな。そう、もうそのなんていうか流れが、ね、ホームでアウトどうなんかセーフ、うん、あれ審判かなんかミスしてたんですかね。あれ3つぐらいあったんですよ、ホームで。あったですね、あれ。だこれはね、うん、もうこれどうしようもないですよ、うん、お前じゃない、もうこれはチームで負けるんだったら、うん、もうね、お前に任せるからね、うん、もう全部インコース行けと。あ、なるほど。もしデッドボール、あれ満塁やからね、うんうん、デッドボールの終わりじゃないですか。あ、そうかそうか、もうそういう覚悟でね。でもいいから、お前の責任じゃないから、うん、全部行けと、俺は責任取るから言うて、うん、見たんですよね。でもそれを言える監督が減ったね。あ、今僕ら見ててそういうものを感じる監督がいないんですよ。うん、まあ原監督ぐらいかな、うん、もし言うとしたらっていうような気がしてね。うん、だからどうですかね、ちょっと、うん、そういう意味ではね、出した選手に任せっきりのところはあるんですよ。そうなんですよ。もう全部まあ、良くても悪くても全部選手に行ってしまう。うん、だからもう あの時だから、藤川、はい、ウィリアムス、久保田に関しては、はいはい、もうね、審判に言うたら、うん、多分ほとんどもう 99% はピッチングコーチも行ってないと思いますよ。あ、そうですか。もうこれは、はい、守ってる野手も、あ、この3人来たら勝ちだと、その信頼感 ね、全ほとんど勝ちましたね、うん、実際。だから信頼感もあるし、うん、別にコーチが、コーチ行ってアドバイスして、あ、ね、もうそういうのは必要ないから、送り出したら俺は仕事終わり、終わり、うん、もう7回が来たら終わり。 そこまで の、 信頼を受けるピッチャーやったんで、ね、はいはいはい、でそういうのが今、まあ言えば岩崎とスワレス、ね、この2人出たらピッチングコーチ行かないですよ。行かないですね。でもその前のね、6回7回はやっぱりね、経験とかいろんなこと考えてちょっとアドバイスをしてやらないといけないピッチャーが多いんでね。その辺でしょうね。あ、うん、まあそれ信頼感になってきますけどね、うんうん、まあ、でもやっぱり選手サイドから見てね、やっぱ監督からエネルギーをもらえる、あ、そういう監督がね、うん、欲しいんですよね。うん、特にこういう、まあ、本当に優勝争うようなゲームだったら ね、まあ、勝負はこれからですよ、うん、みんな不安じゃないですか、うんうん、そこで監督がどんな気持ちでやってるかね、これ大きいと思うんですよ。これからの一つ勝つ、一つ負けるがね、うんうん、だから勝ってる時はいいですよね。勝ってる時はね、みんな、うん、やっぱりこれちょっとね、うん、まあ3連戦で1勝2敗、はい、次の3連戦でまた1勝2敗とかね、うん、ちょっと、うん、なんかちょっとおかしくなった時のこの歯止めですよね。そうですよね、うん、これどういうふうにしたらいいですか、やっぱり強気、うん、強気っていうかね、これはもう、うん、例えばね、お前が抑えてくれたら、うんうん、お前が打ってくれたらは、うん、これからあんまりもうダメですと思う、ね、なるほど、誰でもいいんですよ、チームとして。なるほどね、うん、まあ、どこにチャンス回ってくるとかね、うんうん、まあ、分からないんで、そういう価値を拾っていかないといけないね、はいはいはい、まあ、どっちかというとそういうのを前向きにさせてあげる、そうです、うん、そういう雰囲気を作ってあげるってことですね、うん、そうそう、そういう雰囲気をね、ね、うんうん、だから大山が打たないからね、うん、お前が打ったらじゃないと思うんですよ。ですね。そうそうそう、別に大山打たなくても勝てるんですから、ね、打たんでもいいやと。そうそう、それ一生懸命やっとけ、うん、というような。他はカバーすればいいだけなんで、うん、なるほどね、で、ね、なんか大事な時にポンと打ってくれるとかね、と負けた時にみんなね、こいつのせいになってしまうんですよ。そうそうそう、もうこれからそれはダメですよね、うん、ダメですね、うんうん、そういうことを、まあ、減らすということも監督の仕事ということですね。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。